去年は特になんですけど、まあ、僕怪我してしまって、まあ、シーズン前までやってたんですけど、シーズン本当直前のところで怪我して、まあ、最後までシーズン出れないまま終わってしまったんですけど、やっぱ自分自身その競い合いっていうところもそうなんですけど、競い合うところって多分そのシーズン入ってから、まあ、徐々にじゃないですけど試合やってってこう誰がいいこれがいいっていうのが多分明確に見えるところっていうところを、昨シーズンは僕はあのそこ体験できないままシーズンを終えてしまったので、まあある意味一番僕はあのその椅子取り合戦の中で一番その追っかける立場っていうかっていうところにいますし、まあ年齢では一番上なんですけど、その一番のポジションではまああのいい後輩たちがいるので、一生懸命自分頑張って、まあ、自分の良さをしっかり出せればちゃんとポジションもついてくるのかなとは思いますけど、まあ、まずはしっかりと怪我を治して、でまあ自分のことにフォーカスして、でその椅子取り合戦にできるところに自分を持っていきたいっていう感じですね、はい、もちろん多分一番いいのはもう全部押して全部ボール取って、で相手ボールも全部押してボール取ってっていうのがいいと思うんですけど、まあ、現実さすがにもう相手も強いんでそれは厳しいかもしれないです。でもまずは自分たちのボールマイボールスクラムっていう、まあ、ボールを入れてくれる方のボールに関しては 100% しっかり出す、それをやるだけで多分すごいいいバックスがいるんでトライを取ることにつながる。去年はそのマイボールスクラムでも少しファンブルするというか押し込まれた状態でやっぱボールを出している時とかっていうのがあった。だそこをやっぱり僕たちは今年 100% でしっかり出す。逆に去年できなかったこととしてやっぱ相手側のボールの時にプレッシャーをかけるっていうところが少しでもできるようにならないと、やっぱり試合の中で相手に対してジャブ打つじゃないですけど疲れさせることにつながらないと思うんで、やっぱセットプレー特にスクラムのところに関して言えば僕たちが求めるのはやっぱりマイボールはしっかり 100% で出す、でヤンボールに関しても相手に対して嫌だなって思われるようなスクラムを組む、これがやっぱ大事かなと思います。